たまたま入ったカフェで、カウンター越しに接客してくれてた長髪、顎ひげのお兄さん。コーヒー入れてる指が綺麗だったり、エプロン巻いてる腰が超細かったり、ぼーっと見とれてたらいつの間にかいなくなってる。と思ったら後ろのドアから私服で登場。スーツじゃない時のミッシェルガンエレファントみたいな格好、わかりにくくてすまん。のお兄さんに。あ、隣いいですか?って聞かれて。アフ、ウェッス。ってテンパってる私に。すいません、仕事終わりに一杯だけ飲んでくのが習慣なんですよ。なんてずっと笑顔で話しかけてくるしマジで死ぬくと思ったわ。しかもお兄さんが帰った後、お会計済ませようと思ったらレジのお姉さんに。お代はうちの〇〇お兄さんの名前らしいからもらってますので結構ですよって。完全に、された。タバコ大っ嫌いだったけど、帰りにコンビニ寄ってお兄さんが吸ってたのと同じのを買ってしまったぜ。それからずっと鼻の下にタバコ挟んでふがふが匂い嗅いでるんだぜ。超いい匂いなんだぜ。最後増えた。これは惚れる。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。